味の素本社ビルは東京都中央区京橋一丁目にあるオフィスビルである。八重洲通りから100メートルほど南の昭和通りに面した14階建ての本館とその北隣の6階建ての別館の2つの建物からなり大手食品メーカーの味の素が本社機能を置く。味の素は1909年に本社機能を八重洲から京橋区南天馬町に移転。 1932年には宝町に建設された鈴木三営ビルに再び移転した。このビルは現在の味の素本社ビルと同じ位置にあり、南西角に時計台を持つ造りであった。鈴木三営は味の素の当時の持ち株会社である。1972年7月には本ビルから200メートルほど西の中央通り沿いに三営ビルが完成し、 本社機能を移した。鈴木三栄ビルの跡地には、1991年6月10日に、新、味の素本社ビルの本館、隣接地には、同年9月30日に別館が完成した。三栄ビルには、味の素の兄弟会社であった、メルシャンの本社が入居し、1階には、メルシャンサロンが入ったが、2012年12月で、閉店して、メルシャン本社も中野に移転した。 現在は JR 東海ツアーズや日本夜勤工業が入居している。本館、別館とも外装や内装は統一されている。1階は大理石、2階以上は白いタイルと熱線反射ガラスの横連窓が外観の特徴となっており、南西側は丸くカーブをつけてある。ガラス張りのエントランスホールは2層吹き抜けで卵をイメージした楕円型となっている。 奥の壁面には、香山ま蔵たの豆板画が掲げられている。本館地下1階には、テストキッチン、12階には、カフェテラス方式の社員食堂があり、卓上には、味の素の小瓶が常備されている。本ビル完成に合わせ、港区高輪の味の素記念館から、味の素食の文化センター事務局及び食の専門図書館。 食の文化ライブラリーが別館に移転してきたが、2004年には高輪研修センターに戻っている。歴代社屋の鈴木三栄ビル、三栄ビル、現在の味の素本社ビルとも味の素本社ビル南隣に本社を置く、清水建設が施行を担当している。味の素製薬は中央区入線の住友入線ビル、味の素冷凍食品は銀座7丁目の 人地銀座ビル味の素ファインテクノや味の素パッケージングは神奈川県川崎市の味の素川崎事業所及びその隣接地など系列企業は他の地に本社機能を置いている場合が多い。ありがとうございます。